エクソダス。この番組は Web3 専門メディアの編集長キャリアのある2人がブロックチェーン、暗号資産、NFT、DAO、DeFi などのニュースやトレンドを深掘りする番組です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けします。検討者新しい経済のしだれゆうすけです。 DYDX ファンデーションの大木久志です。エクソダスエピソード61始まります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週は日本ゴールデンウィークでございましたが、そう、皆さんね、いかがお過ごしだったでしょうかというところですけれども、なんか結構なんか中国でもそこそこの大型連休、うん、そうあって、そうですよね。そう、ヨーロッパは今週なのかな、うん、なんとなく休み始めてる気がしますね。なるほどね。 BYDX もあとあれ、はいはい、レジャーの方も、あ、なるほど、はいはいはい、各社が、そうですね。でそんな中ですよ、まあ、仮想通貨というよりは為替なんかの動きも激しいような、そうそう、だから結構突っ込まれてましたよね、マイケルセーラーとかに。今こそ円とドルの為替のチャートをリツイートする形で、ほうほう、今こそビットコインを買えみたいな、なんかついにマイケル指摘されちゃったっていうことで、指摘されて、だから為替介入、まあ前回の放送でもその話しましたけれども、そういうのもあって、まあ、マーケットがどちらかといえばゴールデンウィークで止まってる時ですけれども、そうでしたね。うん、まあそこ狙ってなのかなっていうのもあるし、160円いったっていうのもあるのかなっていうところはありましたけど、うん、はいはいはい、はい、いやなんか、うん、なかなかね、日本円が草コインのチャートみたいな、いやそうなんですよね。なんだこの上下のいやーなかなかね、はい、うん、そういう状況で、まあ、ね、戻ってきて、まあ今は今そうそう、じゃまたちょっと戻ってきちゃってますね。戻ってきてる、円安の方に戻ってきちゃってますね。そう、はい、だから結構その以前から言ってますけど、仮想通貨投資短期でしてる人なんかはそっちの値段も考えてやらないとダメなんで、はい、日本円ベースでやってるとね。あ、そうですよね。そういうところもあるかなと思いますが、はい、まあ、それも含めちょっとマーケット情報から振り返っていこうと思います。はい、それではビットコインとイーサのマーケット情報です。ビットコイン先週の週始め4月29日月曜日の始め値が1000万トンで2610円、5月5日日曜日の終わり値が983万5014円でした。週頭から 1.67% の下落、1週間で見るとわずかな下落だったんですけど、4月20日火曜日ぐらいから下落が始まって、5月1日水曜日には一時882万円ぐらいまで下落してました。で、まあいろいろ要因あるんですけど、一つはやっぱり香港で現物 ETF イーサリアムとビットコイントレードされたんですけれども、意外に期待よりはまあ少なかった、はい、というところがまあ報じられたのも一個の要因かなとは思っております。ただその後5月4日に米国の4月の雇用統計結果が出まして、まあ、予想下回ったことでドル安進行で株価指数も上昇して、その後ビットコインについてはまた上昇すると、というところがありまして、うんうん、まあ、米ドルで言うと6万3000ドルのぐらいを回復したと、日本円で言うと980万円ぐらいまで、まあ、1000万、一回ね880万ぐらいまで下がったんですけど、1000万近くまで戻したというのが日曜日までの動きでございました。まあ米ドルベースだと、29日の月曜日が 63,109 ドル、日曜日5月5日の日曜日が 64,203 ドルと、米ドルでこの1週間を見ると 1.73% の上昇ということで、まあこれもドル安なんかが影響したのかなというところでございます。でちょっと今収録実は5月7日の火曜日にしてまして、それで言うと現在価格がそうですね、980万ぐらいを推移してるかなというところでございますね、月曜日火曜日と、という動きになってるような相場でございました。で、まあ、ETF の話ちょっと香港の話しとくと、ビットコインとイーサリアムの現物 ETF が、まあ、あの香港で上場したんですけど、初日の出来高が1100万ドルだったということで、まあ、米国でローンチした時のビットコインの10銘柄の出来高は64億ドルだったので、まあ、それに比べると60分の1ぐらいみたいな状況だったかなというところではございます。ここはちょっと期待外れっていうのはあるんですけど、ただ一方いろんな報道とか有識者の話では、まあそもそものマーケットサイズでそういうぐらいだよねっていうところもあるので、まあ、そうですね、香港はね、まあ、はい、で今後中国までこれ経由でどこまで入ってくるのかなっていうのがポイントだし、そうですよね、まあ、業界としては前向きな動きですよね、うん、いやそうだと思いますよ、うん、各国で、うん、まあオーストラリアも今年中にみたいな報道も前回もね大木さん言ってましたけどなんか出てますし、うんうんうん、うん、というような状況でございましたが、
うん、はい。どっちかといえば為替の方がまたこの1週間も話題になってたかなというところではありました。で、ちょっとビットコインの現物 ETF のいわゆるネットフローもお伝えしておくと、先週は結構アウトフロー流出の方が多かったんですけど、5月3日そして5月6日で言うとまたインフロー流入の方が増えてきてるというようなところもありますし、うん、グレースケールの GBTC がローンチしてから初めて5月3日にプラスになった、まあ、いわゆる流入になったというのも動きでしたので、このあたりのETF の動きっていうのは引き続き米国の方ですねというのがチェックしておくべきなのかなというところでございます。で、続いてイーサリアムのイーサもご紹介します。イーサは先週の週始め4月29日に月曜日の始め値が 516,337 円、5月5日日曜日の終わり値が 483,068 円でした。週頭から 6.44% 下落。米ドルだと29日の始め値が3,262ドル、5月5日日曜日終わり値が3,155ドルということで 3.28% の下落と。で、まあ、イーサの方が、まあ、下落幅大きいかなというところですね。こちらもまあ、香港で ETF 現物取引開始したんですけど、そこの影響なかったかなというような動きでございました。うん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 、はい。で、続いて、毎週お伝えしている指数の方もお伝えしていきます。暗号資産全体の時価総額です。5月6日の調査では、383兆276億円でした。1週間前が378兆円ぐらいだったので、まあ、1% ぐらい時価総額は増えてるかなというところでございます。また暗号資産のドミナンスですが、ややビットコインが増えてるかなという状況です。29日のビットコインのドミナンス 52.7%、 5月5日が 53.42% です。イーサは 17.07 から 16% へ、 USDT が 4.66 から 4.7、 BNB が 3.76 から 3.69、 ソラナが 2.68 から 2.79 というようなドミナンスの推移でございました。うん、はいはい、またビットコインの恐怖強欲指数ですが、こちらは先週1週間で言うとですね、久々にかなり低い指数を出してましたね。4月29日月曜日が67の強欲、30日火曜日67の強欲、そして5月1日に落ちまして54の中立、5月2日43の中立、3日金曜日が48の中立で、土日で回復して土曜日67、日曜日が69の強欲という形でしたが、まあ中立、その43とかそのぐらいの数値、40代が出たのは1月下旬ぐらいぶり、数ヶ月ぶりに結構投資家心理も冷え込んだかなという1週間でございました。続いてビットコインのオンチェーンデータです。ビットコインのインフロー、取引所に送金されたビットコインの量でございます。こちらはそうですね、まあ、この1週間、先週先々週ぐらいと比べてほぼ動きがなかった、むしろそれよりもボリュームが下がっているようなところでございます。29日のインフローが 32,202BTC、 そしてちょっと直近で集計したところで言うと5月4日が15,172BTC というようなことで、まあ、大体この3万から1万5千ぐらいを推移してた1週間かなというところです。合わせてグラスノードのデータ、ビットコインの取引所が持っている残高です。こちらですね、ずっと数ヶ月下落傾向にあるというふうにお伝えしてたんですが、この1週間はやや上昇してます。この数週間でやや平行線になってきて、先週はちょっと伸びたかなというところでございます。29日の残高が232万3667BTC、 そして伸びたところで言いますと、3日の金曜日ですね、3日の金曜日が233万8873BTC というような数値でございました。もしかしたらちょっと下落したところがあるので、利確で送金されたのかなと見れるかもしれないなという数字でございます。はい、ということでざっとマーケット振り返っていきましたが、大木さんの方で何か補足などありますでしょうか。はい、そうですね、フランクリン・テンプルトンっていうアメリカの有名な、はいはい、資産運用会社ですね。うん。ここが、まあ、レポートを出しまして、5月4日ですね。はい。ソラナを激推ししてるんですよ。うん。で、まあ、ビットコイン、イーサリアムの次の暗号資産としての地位を、まあ、固めるでしょう、みたいな。なるほど。うん、もう硬いでしょうみたいな感じで、まあ、すごい短いレポートなんですけど、2枚、ありまして。はいはいはい。で、なんかまあ、理由としては、まあ、次のトレンド、がソラナ上で起きる可能性が高いって言ってて、うんうん、まあ、今その、まあ、ビットコインが生まれ、はい、でビットコイン以外のところでのトレンドって、まあ、まずは ICO ブームがあり、はい、まあ、ディファイサマーがあり、うん、まあ、NFT がすげえ盛り上がってみたいな、うんうんうん、トレンドがあったじゃないですか。そうですね、ここ数年で、うん、そう。で、まあ、何回かね、エクソスでも話して次のトレンド 何みたいな話をしてきましたけど、まだ確固たるものは見つけてないと、うん、見つかってないと、うん、はい。まあけど、その、候補として、いくつかあって、
でそれのなんだろうほとんどをソラナが抱え込んでるというか、そんな感じですね。でまあそんな感じで書かれていて、一つ目がまあ四つ挙げてるんですけど、はいはい、一つ目がそのディーピンですね。うん、ハイブマッパーとかヘリウムとかほとんどソラナ系でみんな叩いてるじゃないですか。そうですね。DP、はい、のもしくはソラナに移ってきたみたいなもありますしね、うん。そうそう、移籍してきたとか。はいはい。でまあ結構硬いのかなっていうのと、まああとペイメント、うん、この間ストライドソラナ、まあイーサリアムもそうでしたけど、ソラナ基盤 USDC を決済手段として導入する予定。はい。ストライプかな？すいません、ストライプ。ストライプですね。ストライドはあれですよね。リステージングな、ステージングのやつ。そうね、リキッドステージングだ。リキッドステージング。よかった、ストライプ、すいません。ストライプね。はいはいはい。はい、確かに。うんうん。はい、で、それ二つ目に挙げてて、うん、もう一つがコンプレッション NFT っていう、ほう、これ、ソラナ独自の技術なんですけど、ほうほうほう。要は、すげえ安く NFT を発行できるっていう。ああ、なるほどね。はい。発行費用を2万4000倍下げられるっていうことで、うんうんうん。結構気軽に企業側も NFT を、はいはいはい、何でもかんでも発行できるっていう、うんうんうん、気軽さがすごい出てくるっていうことで、結構そこでイノベーションまた NFT 第二章みたいな感じで起きるんじゃないかなっていう。面白いですよね、これ系も、うん、なんかその前回の NFT ブームってなんかそのコレクタブルというか、なんか限定1万個でなんとかとかやって値段上がっていくみたいな、そういうアートっぽいものとかに紐づいたもの多かったですけど、まあ基本的にトークン企画ですからね、なんかいろいろ裏側でバンバン送っちゃうみたいな、ね、低コストでみたいな。もちろん L2 とか、あの他のチェーンがライバルになると思うんですけど。そうですね、うん、そうですね。とはいえ、そこのコスト下げれるって、まあシンプルに。イーサーだと今やっぱ高いしねっていうのありますよね。そうなんですよ。で、うん、結構その、それこそコレクタブルっていうか、まあ、ちゃんと作んないといけないじゃないですか。うん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 。ちゃんと作って相当設計して、で、まあ、あのガス代が、あの、費用が高いと、ちゃんといろいろ準備して、まあ、なんか実施すると。けど、うん、安いと、いろいろ試行錯誤しながら、あの、開発者としてもいろいろ試せると。うん、うん。いろいろ試行錯誤できる。はい、はい。それと、もっとこう、ちょっと今、具体的に例がポンと出てこないんですけど、企業側としてもめちゃくちゃ作り込まないで、そこまで。うん、うん、うん。何かあれば NFT を発行できるみたいな。うん、そうね。なんていうの、うん、でもなんか、その、なんか、行々しいものって言うとあれですけど、うん、なんかその、なんとか証明書に NFT みたいな話は昔からあるじゃないですか。で、それはそれで今後もあると思うんですけど、うんうん、なんかもっとカジュアルになんか、そう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 。あの、なんかサイト見てたら、ちょこ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  NFT が入ってきてて、なんかそれが全部残ってってて、なんか、まあなんかポイントみたいに配れるみたいな感じじゃないけど、そういうのってありそうですよね。そうだと思いますね。うん。そこはなんか、まあ今、具体例でパッとなんか流行るものがないです。けれども何かのなんか NFT 僕は単体でというよりはそれがやっぱりディファイみたいなもんとかさっきのペイメントとか DP の中でなんかどう使われていくかみたいな、うん、その、うんうんうん、FT もあり NFT もあるっていうのをこう織り交ぜてどうなってくるかなっていうのがなんかあれなのかなと思ってますけどね。うん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 。なんかガス代安くて大量に出せるからってあれですね、日本の大手企業とかやりがちですけど、じゃあバーンと NFT 出してもなんか何に使うんだっけみたいなことになるじゃないですか。はいはいはい、はい、うん、そういうことじゃなくてなんかやっぱりサービスとの掛け合わせなんだろうなっていう。そうそうそう、うん、だからあれですね。で NFT がだから3つ目、ディーピン、ペイメントでコンプレッション NFT、うん、はい、 NFT をギューってするイメージですね、はい、なるほどね、はいはいはい。で4つ目がこれはですね CLOB で、ほう、セントラルリミットオーダーブックっていうんですね。ほう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 。まあ要は取引板っす。なるほど、はいはいはい、はい、あのデューアデックスとかも取引板導入してますし、うんうん、でまあ要はこれってまあ DEX だと思うんですよ。 DEX 周りの話だと思いますね。なるほどね、はい、はい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 、ね、それこそこの間アーサーヘイズがあのアドバイザーかなんかに就任したドリフトとかも、はいはい、そうですね、あの言っていたように、まあ、中央集権的な取引所と同レベルの、うんうんうん、まあ、取引板体験、うんうん、流動性も含めるし、含めトークン数も含め UI UX 含め、うんうん、同等レベルに持ってきたいっていうのは DEX の夢なんですよ。うん、そうですね、うんうん、DYDX もずっと言ってますし、はいはいはい、まあ最近すごい出てきたハイパーリキッドも CLOB ですね。で、まあ、フランクリー・テンプルトンは、ここ、まあ、ドリフト、まあ、例えば、ランキング最近上がってきてますけど、まあ、他にも、ここの分野で、ソラナでイノベーションが起きるんじゃないかと。なるほど。だから、ディファイも、まあ、ちゃんと盛り上がる理想だってことですよね、要は。そうですね。うん、うん、うん。そうですね。かなり評価してますね。そうなんですよ。
まあでも時価総額でこれだから第3のね、メジャーなチェーンになるんじゃないかっていうような話ですけど、まあ時価総額でもステーブルコイン除くとそういうなってますもんね、現状もね。まあなってて、多分あと書き方としてはもうソリディファイングイットアズサードプレイスみたいな感じなんで、確固たる地位をも築いたみたいな書き方だと思います、どっちかっていうと。なるほどなるほどなるほど。だろうみたいな。さ、要はそのどっかに抜かれたりはなかなかもうしないんじゃないかなみたいな。はいはいはい。まあ、でミッドポイントイーサって大体もうね、1位じゃない、まあ、そういう感じですよね。はい、でその1、2、3のその3のところにソラナが加わるっていう書き方だと思いますね。なるほどね。うん、まあ、あと年後半にこのファイアダンサーっていうバリデーターの新しいクライアントが導入される予定で、ほうほうほう、はい、ちょっと技術的なところ詳しいところは分かんないんですけど、まあ、スケーラビリティ改善にまたつながるということも注目してますね、あのフランクリン・テンプルトンは。まあ、ちょっと楽しみですよね、確かに。すまない、続いてはやっぱり盛り上がるところっていうのはちゃんとダップスがどんどん置かれていくっていうか当たり前なんですけど、そう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 、それはすごく僕も個人的に別になんかバイアスなく感じるので、なんかそこら辺がどう作用してくるのかなっていうのもありますし、その中でね、本当にキラーアプリみたいなのが生まれると、まあ、ステップンがそうであったように、なんかすごい盛り上がるじゃないですか、エコシステム全体が。そうなんですよね。でもね、一旦のこう、なんか、下落から、下落というか FTX ショックから、なんか復活感がすごい。そこも結構大きかったと思いますね。そういうのを下手という。得て、やっぱその、辛い時期に、そのコミュニティが崩壊したりしなかったっていうか。あ、まあそうね。うん。そうだよね。だって、規模感違うけど、なんか全然人が入れ替わっちゃうチェーンとかあるじゃないですか、なんか。なんかね、仕事してるとなんかさ、もう全然いなくなったの、昔のメンバーみたいな。はいはいはい。うん。なんかそういうこと、ちょっとソラナ僕詳しくないですけど、そういうこともね、なんか起こらずなんか、ちゃんとやってたのかなって感じはするから。そうっすよね。うん。まあだからその、ちょっとまた、あと価格面では別の動きしてくるのかも楽しみではありますね。そうっすよね。うん。うん、L2 とかだとやっぱイーサの影響とか受けやすいと思うんですよ。イーサ移行し、広くイーサ移行システムのものだと、まあ別チェーンなので、だから、ビットコイン、イーサ、あとミームみたいな、ざっくり分けるとなんか、なんか値段の動きが違うものがある中で、そこでまた別の動きできるかみたいなところも、楽しみだなと思います。ですね。それでは番組スポンサーのご紹介です。この番組は DYDX ファンデーションの提供でお送りしています。DYDX ファンデーションは世界最大級の分散型取引所、DYDX の DAO 仲間ナンスをサポートすることがミッションの NPO、非営利団体です。トレーダーはもちろん、バリデーターやエンジニアなど、DYDX のエコシステムに参加する様々なステークホルダーの活動をサポートしています。DYDX の最新情報について、DYDX ジャパンコミュニティのノートや X、旧 Twitter で情報発信しております。この番組の概要欄にリンク貼っております。皆さんぜひフォローいただければと思います。それでは大木さん、何か DYDX さんからご報告ありますでしょうか。まあ、大きなニュースっていうのはないんですけど、ただライバル そのハイパーリキッドってあるんですが、ここのポイント獲得システムがキャンペーンが、まあ、終わったんですよね、先週。ほうほうほう、はい、で、ね、やっぱりそのトレードをたくさんしてポイントもらえるっていう、でポイント数に応じておそらくエアドルされる、そういうことですよね。はい、まあ、それが終わったので、結構その取引量が今、ハイパーリキッドの方が落ちてますね。うん、なるほど。例えば7日間のそのディファイラマ今見てるんですが、7日間の取引量が、ハイパーリキッドが 32% の減少ですね。おお。で、一方で DYDX は 33% 増えてますね。おお、なるほどね。はい。そう。面白い。要はそのポイントが継続してた時は、ポイントプログラム継続してた時は、DYDX とハイパーリキッドってもう、1位と2位、もうデッドヒートだったんですよ。はいはい、もう入れ替わるみたいな。そう、DEX の取引量ランキングで。パーペチュアルのね。パーペチュアルの。うん、で、大体10億ドルぐらい、1日の取引量。はい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 。で、まあ、しのぎを削ってたんですけど、まあ、ハイパーリキッド今、8億ぐらいに落ちたと。なるほど。で、まあ、DYDEX が今、単独トップの座にまた返り咲いたっていう感じですね。そう、まあ、ただ、DYDEX はその、エアドロじゃないんですけど、DYDEX はまだポイントプログラム続けてるんで。キャンペーンですよね。そうです、そうです。延長したって言ってたやつですよね。そうです、そうです。ケオスラボの10億円追加して、3ヶ月延長した、はい、DYDEX トークン報酬プログラムですね。いや、続いてるんで、まあ、フェアに見るならそれも終わってからだっていうね、でも、ここら辺すごいな、やっぱり。まあ、現金だなというとあれですけど、まあでも、別にそれ悪いことじゃないですけど、やっぱり、ね、キャンペーン戦争みたいになってますよね。
なってます。ユーザーさんとしてそのなんか今日はこっちの流動の方がお得だよじゃないんだけど、そう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 、うん、なんかそういう時にそっちに混んで、でまあやっぱり分かりやすくトレーダーは移動するみたいなところはあるのかもしれないですけど、まあ多分こういうのを繰り返してってシェアを取っていくってことなんでしょうね。デックスの特にパーペなんかは で、ね、でプラスあのねセックス系との戦いもあるだろうし、はい、うん。面白いな。分かりやすいですね。そうなんですよ。だから、一つ、このハイパーリキッド終わったってことは、まあ、ちょっと僕調べきれてないですけど、エアドロが近いんですかね、分かんないですけど。あ、近いと思いますね。そういうことですよね。うん、だから、そこを経てどういう、うん。そうね。まあ、ただ、相変わらず根強いファンというか、いますからね。やっぱ、相当、そのトレーダーにとって相当に使いやすい。使いやすいってことか。うん。プラットフォーム。ですね、うん、なるほど、ね、FTX の再来みたいな、いいところね、FTX のトレーダーの心は、はい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 、はい、はい、この言われてるし、ありがとうございます。今後、ちょっとどうなっていくか、また、ご報告していこうと思います。続いて、ニュースヘッドラインと深掘りのコーナーです。このコーナーでは、まずこの1週間にやった主要なニュースをヘッドラインでお伝えします。その後、気になったものを僕と沖さんの方でピックアップしていこうと思います。それでは、この1週間の主要なニュースはこちらです。香港でビットコインとイーサリアムの現物 ETF が取引開始。SEC がロビンフッドにウェルズ通知。コインベースビットコインのライトニングネットワーク導入。コインベース第一四半期決算報告。総収益は前期比 72% 増の16億3700万ドル。バイナンス前 CEO に4ヶ月の実刑判決。米決済のブロックでスクエア加盟店が売上をビットコインで受け取り可能に。ブロックが第一四半期の決算報告。ビットコイン関連の製品やサービスからの総利益 10% でビットコインを定期購入する計画も発表。マイクロストラテジーがビットコイン追加購入。保有総数21万4400ビットコインに。テザー社第一四半期が過去最高益の45億ドル超えに。テザー社がブラックロックニューロテックに2億ドル投資、大株主に。ソロマイナーがビットコインのブロック生成に成功、3.433BTC 獲得。わさびウォレットとポロニ X ウォレットが米国ユーザーをブロック、規制上の懸念からか。米司法省、ビットコインの初期投資家ロジャーバーを脱税等の罪で刑事告発。米連邦検察、ブロックの社内業務を調査。セキュリタイズがブラックロックらから4万7000ドルの調達、サークルアプトプスラボ、パクソスも参加。アイゲンレイヤーが独自トークアイゲンリリースへ、エアドロップの割り当て量の確認も開始。レイヤーゼロがスナップショット実施、エアドロ間近か。スイのミステンラボ、Google クラウドと提携。フレンドテックでフレンドトークンがエアドロップ、大口売却で一時価格は下落。ストライプでアバランチのアバックスの購入が可能に。アバランチとコアウォレットの統合で。ユニスワップウォレットにロビンフットコネクトが統合。ロビンフット内の資金で暗号資産購入が可能に。イーサリアム L2 スクロールがアップグレード実施。EIP4844 に対応。フィンシアとクレートンの統合チェーンが6月末ローンチへ。名称はカイアに。マジックエデン、コインベースのイーサ L2 ベースに対応。ソラナラボがブロックチェーンゲームプラットフォームゲームシフトと Google クラウドの提携発表。エレクトリックアーツ EA 創業者らが立ち上げたブロックチェーンゲーム企業ゲームズ・フォー・ア・リビング330万ドルの調達スーパーセルラから。ハッシュキー DX、リップル、SBI リップルアジアが提携法人向けの XRP レジャーの日本市場導入で。バイナンスの日本エントリー機ペアにエーダ、シバ、ソラナ、XRP が追加。東京都セキュリティートークン市場拡大促進事業の募集開始。カシオが時計事業の50周年記念 NFT にアスター GKEVM を採用。で、まずこの1週間ちょっと気になったところは、これ先週ネクサスでもお伝えしてたんですけど、コンセンシス、メタマスクのコンセンシスに、アメリカの SEC がウェルズノーティス送ったって話が出てましたが、また出てきまして、今度は投資アプリの、まあ、ロビンフットですね、うん。結構アメリカで、日本ではこれ残念ながら使えないですけど、アメリカで若者に人気で、はいはいはい、それこそゲームストップ株、これ仮想通貨に限らず株式とかも取引できるアプリで、ゲームストップミーム株の、なんか、うん、まあ、トレンドを作ったりとか、
まあそうっすよね。過去にはしましたし、最近だとクリプトも取引できるようになってきて、まあ結構、アメリカミエアム世代がなんか使ってるアプリみたいな、うんうんうん。うん、ところがありましたが、そこにも SEC がウェルズ通知を送ったことが6日発表されましたね、昨日。うん、6日発表されました。4日に、いわゆる来てたと。で、まあもちろんこのウェルズ通知って前も言いましたが、SEC が通知企業に対して強制捜査を計画している場合に発行されるものですけど、はいはいはい。まあ必ずしも、今不正行為があったりと関与を意味するものでもないというところはありますが、まあこれを送った後にコインベースにいろいろ仕掛けたりとかしてるので、まあ、はいはいはい、メタマスク、コンセンシスにも送り、で、ロビンフットにも送ってきたみたいな。ところで、結構米国のクリプト系の人たちから批判、なんかもうウェル通知出しまくってんじゃねえかみたいなことは言われてますし。で、はい、まあ、ロビンフットのホーム側も当社のプラットフォームに掲載されている資産は有価証券でないと強く信じており、で、ロビンフットクリプトに対する訴訟がどれほどまあ、弱いものか明らかにするために SEC とまあ、連携することを楽しみにしてるみたいなこと、まあ結構強気のコメントは言ってると。はいはいはい。だからやっぱりこれも、その、まあ、証券、いわゆる、いくつかの暗号資産は証券であり、それを勝手に売ってんじゃねえのみたいな話。うん、うん。うん。を、SEC はやっぱりその論調を広げたいのかなと、うんうん、見れることですよね。あと、まあ、ブローカーの話もあんのかもしれないんですけど。はい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 。うん。というようなニュースがあったので、まあなんか、ここ1ヶ月ぐらいで結構アメリカのまた規制がなんか厳しくなってきてる。動きなのかなというような、ことはちょっと感じてますね。なんか一時ちょっとその、なんとなくコインベースの裁判とかも動き出して、結構、あとリップルの裁判で一部勝ったと思えるようなところも出てきたりとか、で、ね、コインベースのそのウォレットもなんかこの間ね、そのあったので、なんかこう、なんか米国規制の話っていうのはちょっと緩んだのかなと思ったし、まあアメリカも多分僕がいろいろなんか今取材してる中でやっぱり失敗だよねみたいな、ここまでのクリプト規制はアメリカらしからぬ失敗だよねっていう意見がやっぱり多い。その規制当局側にもなんかいろいろ聞いた話だとやっぱりそう感じてるというのが。まあただアメリカはやっぱ裁判の国だから、なるほど、そのリップルの話もそうですけど、うん、裁判で本当決まるとは思うんですけどね。なるほど、だからそこら辺が出てきてってこと、うん、そう、 SEC はもちろんね、それ大きなことですけど、その、ね、訴追したりしたら大きなことですけど、まあそのそれが全てじゃないみたいな、そういうことだよね。だから日本とちょっとそれ雰囲気違うってことですか。雰囲気は違うと思いますけどね。だから逆に、いや、かかってこいよみたいな雰囲気になってるというような状況なのかな。ですし、多分、まあ、ロミンフッドとか、まあ、あとコンセンシスとか、うんうんうん、あとどこでしたっけ、なんか、ユニスワップか、うん、とか、ユニスワップね、みんな金持ってると思うので、うん、まあ、リプルもそうでしたけど、相当対策はしてきてると思うんですよね。そうね。裁判所で戦う。はい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 。反論するの結構早いじゃないですか。絶対あれ用意してたと思います。なるほど、なるほど、なるほど。リーガルチームが。はい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 。こう来たらこうみたいな。なんですか。とは、まあもちろんね、大きなことではあると思うんですけど。なるほどね。はい、うん。うん。だからもうこれが、ここら辺がまた今年後半にかけてどう動いてくるかっていうのはちょっと、あれですよね、でもね。うんうん。まあそうね、うん。マーケットも注意かもしれないです。まあ時間かかりますしね、確かに。いや、そう、時間あとかかるじゃないですか。そう。リップルも3年ぐらいですね、多分かかったの。そうっすよ。だからその間に大統領変わるかもしれない問題もあるもんね、そもそも。そうなんですよ。うん。リップル、そう覚えてた。クリスマスら辺でしたよね。リップル、そうっすよ。訴訟食らったのが。3年ぐらいかかってますよ。そうですよね。うんうん、クリスマスってなんだっけ、2020年ぐらいのクリスマスでしたよね。はいはいはい。そうそうそう。うんうん。そうそうそう。うん、ですね。でもまあまあ、ちょっとそういうニュースが出てましたっていうとこと、はい、ちょっとまあ、はいはいはい、そことまた別の話なんですけど、あとこの一週間やっぱりちょっと話題になったのが、ロジャーバー。ね、はい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 。はい。ロジャーが、ビットコインジーザスですよ。捕まっちゃいましたね。捕まっちゃったってことですよね。そう。で、なんか、うん、スペインで拘束されて。はいはい、そうそうそう。アメリカになんか強制送還されるみたいっすね。ね。引き渡し、身柄引き渡しを。身柄引き渡しか。うん。で、米国で裁判を受けるということで、うん、司法省が、まあ、スペインの当局が拘束したってことを発表してました。郵便詐欺、ね、脱税、虚偽申告を含む米国での犯罪容疑で、うん、バー氏を逮捕と。そう。なんか、これ最初聞いたとき、あれ、ロジャーバーって米国市民の市民権破棄してたんじゃなかったっけ、はい、と思ったんですけど。はい、はい、はい。なんか、どうやら、うん、あれらしいですね、その破棄したのが2014年で、うん、その時にすでに13万1000ビットコイン持ってて。すごいな、すごいね。それの一部をその申告しないといけなかったんだけど、してなくて、みたいな。ああ、だから今のことというよりは、訴求して、
遡ってあの時まだ未申告だよと。そうですね。でずっと多分納税してなかったということなのかな、おそらく。その後日本人にも、日本にも来てるもんね。だって移住してますもんね。日本来てますよ、うんうんうん、ブラジリアン柔術が好きで、はいはいはい、黒帯かなんか持ってて場所どっか忘れましたけど、都内に住んでて、僕コインテレグラフ時代一回インタビュー行きました。おはいはいはい、ねえ、まあ最近はその出てこないですけど、昔はメディアにもすごい出てたし、ロジャーは。そうです、そうです。日本にももちろんいたっていうのイベントにも出たし、みたいな。うん。まあ、ビットコインジーザス。日本語でなんて言うんですか、ね、ビットコイン伝道師。まあ、そうだね。そうだね、うん。ジーザス。はい。そう、うん、そんな感じで、まあ、呼ばれてて、うん、まあ、ビットコインの普及とかには、に貢献したことは間違いない人ですよね。初期のね、それこそ。うん。だから、マウントコックス事件が起こった時も、なんか日本に駆けつけたのかな。なんか、そんな、本当に歴史の人物ですよね。そうそううん、そう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 、それこそ僕の前職のクラーケンの創業者のジェシーと仲がいいんですよ。はい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 。でマウントゴックスがやばそうな時に2人でとりあえず日本行って、あそうか、おんおんおん、マーク・カルプレスかに会って、はいはいはい、アイスしたりはしてたらしいですね。してたよね、はい、だからそれこそデジタルゴールドっていう書籍あるじゃないですか、ナサニエル・ホッパーかな、はいはい、なんか誰、はいはいはい、誰かがアメリカのジャーナリストが書いた、うん、昔のそのサトシの頃からのクリプトを追ったドキュメンタリーですかね、うん、ノンフィクションにも出てきますよね、ロジャー・バーすごく。ああ、出てきます出てきます。そう、はい、初めの方から出てくる、はい、うん、そうそう。でやっぱりまあで彼がまあ主流派というかから外れた、まあ、きっかけはこのブロックサイズ戦争っていう、はいはい、ビットコインのビットコインのブロックサイズを上げるのか上げないのかっていうところで、うんうん、まあ、彼はビッグブロック派、ビッグブロッカーズか、はい、で上げる派で、まあ上げて、うん、まあ、要は日々での決済とかにもっとビットコインを使えるようにするべきだみたいな、うんうんうん、たくさんトランザクションを処理してみたいな、で結構彼そのサトシ・ナカモトのホワイトペーパーのピアトゥーピアエレクトロニックキャッシュっていうところ で、うん、そう、そこにめっちゃこだわってて、はいはい、いやビットコインは支払い手段でしょみたいな、デジタルゴールドじゃねえみたいな、はいはいはい、とか、うん、使ってなんぼだっていうところをずっと言ってて、うんうん、だけどそのビッグブロック派っていうのがまあ結局負けちゃうんですよね、このブロックサイズ戦争で。そうね、で見れば、うん、でスモールブロッカーたちがまあ要はブロックサイズを上げるってことは、増やすってことはハードフォークとかしないといけないから、うんうん、そんなその大きなコードの変更を加えていいものかどうかとか、まあ、そういう話で、そのコード変更せずに今違う方向違うやり方で取引スピードを上げるとか、そういうことを検討した方がいいみたいな、そっちの、はいはい、人たちが多分というか、勝ったと。そうですね。うん。でそこから、まあ、ビットコインキャッシュが生まれ、みたいな。うん、ハードフォークしてたね。うん。ハードフォークして生まれ、で、ね、ロジャービットコインキャッシュとかの、うん、またその、伝道師みたいになって。なった。うん、はい。でその時もまだ、その時2017、18年ぐらいですよね。そんぐらいっす、ハードフォーク。そんぐらいっすよね。うん、うん。で、この2019年ぐらいになってくると、今度またビットコインキャッシュ内で揉め始めて、うん、あれですよね、そのクレイグ・ライトと、はいはい、そうですね。大喧嘩して、ビットコイン SB ですよね、ビットコインキャッシュから。サトシビジョン、そう、生まれてみたいな。で、2020年ぐらいになってからは、まあ確かにその、静かになったと。うん、うん、そう。はい。だからなんかビットコインキャッシュも、まああれはロジャーたちが仕掛けてたんだと思うんですけど、うん、2017年18年ぐらいはすごいマーケティングとか含めてなんかすごい盛んだった印象があって、そうっすよね、結構そのイベントとかもやってましたよね、イベントもやってたし、そのいわゆるビットコインキャッシュ推しの KOL みたいな人が、うんうん、なんか騒いでる感じはすごく感じてたし、はいはい。ね、それにつられてトレーダーたちもなんか YouTube とかでおすすめのビットコインキャッシュはみたいな話をなんかしてるみたいな。なんか そんな雰囲気あったんですけど、そっからロジャーがなんか静かになってって、はい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 、っていう印象がありますね。そうなんですよね。僕同い年ですからね、ロジャーはどうでもいいんですけど。あ、そうなんですか。40、今年45歳。ちなみに静かになった理由かどうか知らないですけど、はい。最近本書いてるんですよ。あ、ロジャーが？そう。ハイジャッキングビットコインっていう。いかにビットコインが乗っ取られたかみたいな。おー、なるほどね。書いてますね、うんうん。これ最近だと思うんだよな。え、出てるってことですか、もう。出てますね。おー。あ、そうだ。4月5日に出てますね、これ。あ、じゃあ、先月。まさに先月出てるんですね。逮捕前に。遺作みたいな。これ売れるなって言っちゃあれだけど、はい、タイミングとしては、まあ、ベストなタイミングって言っちゃうと、まあ、あれですけど。
うん、ビットコインの BTC の隠された歴史みたいな。あ、だからまあ、ロジャーバーの意見なんだ。あ、もうそうです、うん。だからいかにその、スモールブロッカー、うん、スモールブロック派が、まあ、ロジャーから見れば卑怯で、ビットコインの精神に反しててとか、多分そういう話だと推察されます。ちょっと、そういう、まず認識で読むと面白そうですね。そうです、そうです。はい。あ、Kindle 版もあるから、日本でもこれ読めるんじゃないですかね、多分 Kindle で。うん、うん。うん。8.99 ドルで、結構安い。そうですね。なるほど、本当だ。4月5日に出てるんです。まあ、日本語版は、でもあんまり売れてないのかな。今ランキングはそんなに上じゃないですよね、パッと見たら。うん。うん。ロジャー、そんなロジャーが。そう、そんなロジャーが、まあ、捕まっちゃってね。捕まっちゃって。まあ、結構賛否両論って言うと変なんですけど、なんかいろんな意見出てましたよね。なんかあの、ああね。そう、要は、だからその、今のビットコイン派の人たちはもう、ロジャーはビットコインに対して、後半は悪いことしかしなかったから、もう、ごもっともだみたいな。うんうんうん、よくやったっていう話から逆にさっきの話じゃないですけど要はアメリカの規制の強まりの一環じゃねえかみたいなとか、うん、その要はもしかしたらその事実をどこまで正しいか分かんないですよさっき言ったようにもうアメリカ国民じゃなくなってんのになんで今捕まえに行くのみたいなだからパフォーマンスじゃねえか要は魔女狩りじゃねえかみたいな意見、うん、はいはい10年前ですもんね、うん、しかもそう時効とかね、うん、10年前のことを13万1000ビットコインってすごいですけどそうそうそう。だから、で、なんかその、あれですね、いろいろ報道を見ると、いわゆる全部払ってなかったというか、以上納税もして、アメリカでも払ってたし、なんか日本にも払ってた時期もあるし、なのに、スペインで今回逮捕する。だから、全部なのか、ちょっと僕詳しくないんですけど、全部なのか一部なのか、まあ、それにもよるかもしれないですけど。うん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 、まあでも確かに結構なんでしょう。ビットコイン持ってる人の一人ですからね、この人は。そうですね。うん。ああ、そうね。そうだね。思うのはそのやっぱビットコインの今の、まああのビットコインコアというかビットコインの主流派の人たちは、うん、まあその理念的な純粋さというか、報道をこうなんかこう一時の毎回変更したりとか、うん。そこに対して、なんか変化を嫌うというか、なんで。まあ、保守的といえば保守的っていう言葉ですかね。そうです。スーパー保守的だと思います。うん、スーパー保守的ですよね、うん。はい。で、そこが強みなんだと。ね、まあ、そうだよな。はい。うん。で、わかるけどね。わ、まあ、かるんだけどね。その言いたいこと、めっちゃ。うん。うん。うん、で、まあ、ロジャーとかは、ね、それこそもっと普及させないと、みたいな。うん。ね、それこそ決済に使わないと、とか、ね、うん、話をやってますけど、まあ、今思えば、その、ね、今、それこそね、さっきソラナの話しましたし、うん、レイヤー2とかも出てきてるし、そっちの文脈で、めっちゃこう、ハマった人かもしれないですよね。ロジャーって。そうね。うん。うん。なんか、ビットコインのイデオロギーとは、なんか、ビットコインはもうビットコインのままでいいっていう見方もあると思うので、うんうんうん余計なことをみんな本当したがらない人たちですよね。まあそのリスクも増えるしってことだと思うんですけどね。その、うん、味変していくとこうどんどん、うん、なんかこうラーメン屋が元祖の味からどんどんこう、ね、あ、そう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 、味変えていくとなんか結局流行んなくなるみたいなあるんです。そういうことなのかもしれない。そう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 。うん、いやでも本当にすごい、これ以前この番組でも言いましたけど、ビットコインの反省会のコージーガチさんの番組に僕とクリプトベイビーなーちゃんが出て、ビットコイナー VS Web3 女子みたいな話を、なんか3時間ぐらいしてきたんですけど、まあでもその長い。で、その中でね、僕もなんか、東さんとかと話してて、ちょっと感じたのは、東さんがどうこう言ってたって話じゃなくて、なんかビットコイン、でやっぱりそのデジタルゴールドなのかデジタルキャッシュなのかの間で今めちゃくちゃ揺れてるなと思ってて、うんうんうん、で ETF が米国で取引されちゃった以上、どっちかといえばもうデジタルゴールド寄りに今なってる気がするんですよね、うん、でこうなってくるとよりキャッシュとして使い、要は当たり前ですけど金でみんな買い物しないじゃないですか、リアルなゴールドで、うんうん、延べ棒よしこれちょっとお金なくなったから崩すかとかやんないわけで、ビットコインもまあ税率とかいろんな問題があるんだけど、なんかそうなってきちゃうと、僕ビットコイン大好きなんですけど、世の中の流れはなんかこうストアオブバリューになっていってるから、その確かにロジャーが言うような、なんかそのサトシの言うデジタルキャッシュシステムとして機能するのかみたいな、うんうんうん、ねえ話、どっちかで言えばもう僕は今価値の保存、僕どんどん力を強めてっちゃってるから、まあライトニングとかあんだけど、はいはいはい、やっぱりじゃあステーブル USDC でよくねみたいなとか感じるようになってきちゃいましたね最近。なんかそこでみんなだいろいろああだこうだ言ってる時に、やっぱりビットコインでそっちに寄ってるよなみたいな。はいはいはい。うん。2017年とか18年の頃の方がまだボラティリティ下がってって、デジタルキャッシュとして使える未来もあんのかなと思ってたんですけど。そうね。まあだからってビットコイン悪いって意味じゃないですよ。それでも大好きなんですけど。う
ね、だから何をビットコイン、まあそういうリーダーがいないからそれでいいのかもしれないですけど。そうね、なんだろうね、まあコア開発者とか、ね、オープンソース貢献者とか、まあ、いるにしても、うん、なんか要はビットコインって、 そもそもがマーケティングゼロ、 VC のお金ゼロで、はい、そうね、口コミで全部ここまで来た、奇跡じゃない、奇跡じゃないですか、うん、ね、奇跡のプラットフォームですね、マジで、はい、なんか別に、なんだろうな、誰のことも本当聞く必要ないんですよ、その、例えば、確かに、ビタリックって、まあもちろん、ビタリックか、まあビタリックって、まあ権限はいろんな、そのイーサリアムでの決め事をする上での権限がないとはいえ、っていうこと聞くじゃないですか。まあそうなのよ。ビットコインいないから、なんかその、ビットコイナーとかがいるのはわかるんですけど、まあ僕もね、ビットコイン好きで、ね、たくさん、自称ビットコイナーなんですけど、その あんまりこうあるべきだみたいなのを、言う意味を感じないっていうか。はい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 。わかる、うん。言いたいことわかる、すごい。その、だから そもそもそういう歴史がないじゃないですか。うんうんうん、例えばビットコインファウンデーションってないじゃないですか。ないですね、なんでビットコインファウンデーションのトップの言うことが聞くかもしれないですけど、ないんで。ないからね。そうで、まあ開発者たちがいてっていうのは分かるんですけど、けど言ったように、まあ、相当なんだろうな、コンサバでめちゃくちゃこうね、変わらないままどう時代に合わせていくかっていうのはすごい普通の言うことだと思うんですけど、開発者以外はなんか別にそんなに、なんだろうな、まあ今、ね、もちろんね、言論の自由とかあるって言いたいこと言う、そのオーソリティがないよねって思ってて、ずっと。まあそうね。で、それがビットコインのいいとこだよね。うん、そうね。いう感じなんですよ、うんうん、僕的には。わかる。すごいわかる、うん。うんうんうん。そうなんですよね。だから、なんか、だから本来、じゃあ、そういう人たちが何をすべきかっていうと、多分この規制周りとか、とはいえ、完全にこう、なんですか、世の中と別世界で動かせないわけで、これがなんかね、リアルな世界で今ビットコインが動いてるから面白い。面白い。でも、やっぱり規制されてって、要はみんな中国みたいになっちゃうと終わっちゃうわけじゃないですか、ビットコインって。だからなんかそこら辺のアクションなんだと思うんですよね、必要な。求めるとしたらその。やっぱもうビットコインの敵はそこなんですよ。もう。そうだと思います、本当に。まあ、ぶっちゃけ政府なんですよ。そう。と中央銀行。中央銀行政府で。だから まさに描いた通りの、ライバルなんですよね。まあ、そことそう確かに戦ってほしいです。そう。うん、やるなら。なんか。そう、だから Web3 がどうのこうのとか言う前にそっちの方が大事な気がするよね。円安とか、これほどいい文脈ないじゃないですか。いや、そうそうよ。だから。もっとそこで食いついて、ね、ほら、なんかそこで、あ、円安だよね、から、ビットコイン買わないとねっていうところまで繋げてほしいじゃないですか。いろんな、その、いろんな人をこう巻き込んで。うんうんうん。そう、それで買ってもらうとかした方が、ね、ビットコイン高いから買えないとか、未だに言う人もいるし。まあそうね、確かに。そういうことじゃないんだけど。そういうことじゃないよね。とか、なんかあるんで、その敵はそうなんですよ。なんか Web3 っていうか、ビットコインの敵にですよ。ビットコインの敵はやっぱこう、イスタブリッシュメントなんです。エリートなんです。そうっすね。中央銀行なんですよ。うん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 。そことバチバチね、日銀の上田総裁とかとこうバチバチやってほしいですよね。そうね。目線はそこであるべきですよね。海外の方がまだ、パウエルとか、まあ、なんかこう、小馬鹿にしたような、例えばミーム流すとか。なんかその、いかに FRB の政策がけしからんとか、まあそういう話を、してった方がいいと思います。そうなんですよね。だから本当にそうで、なんかやっぱりまだ、僕らこの業界にいる人は分かりづらいかもしれないですけど、まだ、めっちゃ怪しいじゃんっていうものなんですよね、ビットコインって。ETF とか入ってきてても。だからそこなんですよね。そこが一番怖いよなっていう規制が。ってところがあるから。で、それがなんかクリアしないと、結局、キャッシュにもなれない気がするんですよ。なんかその、じゃあ買い物でバンバン使えますかっていうのもしづらい気がするから。そうね。なんかそこが重要な気がしてますよね、本当に。いや、そうなんですよ。ね。もちろんビットコイナー側の意見としてはなんかその、とはいえ Web3 と広い括りになっちゃって、なんか詐欺とか多くなっちゃうと、ビットコインも印象が悪くなるみたいな。釣られてみたいなことは言ってる人もいるんで、まあ分かるは分かるんですよ。それはそれで。ああ、まあけどそうね。分からない。その話、短時間全部見てないから分かんないですけど。でもそんな話になった。でもそれはそれで、SEC なんかはちゃんと分けて規制してるわけじゃないですか。そうですね。そう。分かってるじゃん。ビットコイン証券だって話は今してないわけで、みたいな。そう、全然、見なくて大丈夫なんですけど、一応。でもまあ、ビットコイン、でも、まあ、そういう意味ではね、ロジャーバーなんかは本当に別にこれロジャーバーをなんかあれですけど、超リバタリアン、まあ、まさにビットコインの一つの思想的な方ですよね。あ、そうです、そうです。会った時も本渡されましたよ、リバタリアンの。
おお、はいはい、読んどきゃって。で、あと、多分みんなにやってるんですけど、あとロジャーバート初めて会うと、やったビットコインキャッシュを送ってくれるっていう。ああ、なるほどね。いいな。あ、じゃあ、大木さんのトランザクションがあるんだ、それは、そこに。あ、いや、一応、その時はメディアだったんで。あ、そうか、メディアの受け取りは断ったんですよ。はいはいはい、確かに確かに。だってそもそもね、日本でも有名な藤本舞さん、ミスビットコイン舞さんが、ミスビットコインになるきっかけが、ロジャーバーからビットコインもらって、1ビットコイン送ってもらったことですもんね。有名な話ですけど。あ、1ビットコインだったんだ。そうです、そうです、確か。すごいな。英語の先生の、彼女は当時普通の企業で働いていて、で、英語を勉強しなきゃって、英会話の先生と、じゃあ飯食おうみたいになって先生がいて、飯食おうか会おうみたいになった時に、友達連れてきていいって言って連れてきたのがロジャーバーだったみたいです。すごで、その時にビットコインって何っていう話になって、これも10年ぐらい前の話ですよね、多分。で、こういうのだよってそこでスマホで1ビットコイン送ってもらったっていうのがなんかその、まあ、ある意味日本でのジーザス発動したタイミングなんじゃないですかね。そのいわゆる伝道。で、まさに伝道した瞬間。まあ、偉いですよね、そういうのは本当に。偉いと思いますよ。うん。すぐに、ほら、すぐ簡単だろって言って。そうそう、パッてその場で送って、うん、ああ、すごい面白いって言って、まあ、藤本舞さんはそれで、そこからビットコインを啓蒙する日本での活動を始めるみたい。で、舞さんに限らず多分何人かにそういうことやってるんだと思うんですよ。当時の日本で。そうです。はい。うん。そうですよね。そうよ。だからもう捕まっちゃったんですね、でもね。こう考えると。だからこれからもう送られちゃうんですよ ね、アメリカに。送られてどんくらい出れないんですかね、これ。金額がでかそうだもんな。48ミリオンだから50億円ぐらいじゃないですか、これ。60億円ぐらいか、脱税額。すげえな。うん、はい。でもともと持ってたビットコインの枚数とか考えると、まあ、で、あとビットコインキャッシュも大量に持ってね、ハードフォークしてますからね。うん。同じコツになってるから。そうそうそうですよ。いやー。でもなんかちょっとね、僕はなんかその規制の強まりみたいなのちょっと感じましたね。なんか。なるほどね。わざわざ。まあ、大してそうなんですよね。この今更。うん。しかも相当前の話ですからね。そう。CG に判決を出し、4ヶ月ね。4ヶ月だ。これもね、今日ニュースでありましたけど、4とはこのことだったんで、話ですよ。盛り上がってましたね、あれね。CG ってなんか面白いで、ね。面白いですね。面白い。まあなんかこう、ある意味いじられるっていう。いじられますよ。うん。あのだって、だからこれ一応わかんない方に解説しておくと、まあご存知の方多いかもしれないですけど、去年かな一昨年かな年始に、まあ CG への風当たりが強くなった時に、要は、フェイクニュースとかで自分が貶められる時は、合図として4っていう数字をツイートするって言ったんですよね、確か。ね。で、それで自分で指4本立てたなんか写真なんかもあって、その頃からなんか CG がその4っていうみたいなのが流行ってたんですけど、はい、で実際ね、報道に対しても4とかツイートしてましたけど、まあ実はそれ4じゃなかった。なんかそれで本当に捕まっちゃったんで、フェイクネスじゃなかったんですけど、うん、で今回4ヶ月っていう。うん、これのことを予言してたんだ、ね。予言してたかもしれないですね。なんか4ヶ月で、もうこれ決定したのかな、おそらく。おそらくそうじゃないですかね。はい、実刑判決で。うん。そんな長くなくて、ね。ですね。年末には戻ってこれるっていう。教育するっつってるもんね。教育の方をね、あの力入れていくっていうことで。まあそうですね、確かに。うん。4ヶ月短いっすね。詳しいことは知らないですけど。なんか言われてたよりも短いんじゃないかっていう。まあ罰金ももちろんすごい金額払ってるっていうのはあるんですけれど。あ、そうね。罰金、そうですよね。そう。あの、でも、司法省は3年求めたみたいですね。うん。懲役。なるほどですね。で、今、あ、でも、あれだな、あの、CG 側の弁護士は5ヶ月の執行猶予を求めてるみたいです。おお。そう、まあ、そこは結構ポイントっすよね。そうね。執行猶予つくかつかないかっていうところ。そうですね。うん。というところでした。あとちょっとざっとニュース、この一週間気になったものを紹介すると、まあコインベースとかの決算また良かったですという話。まあ相場上がってますからね。あとカストディで ETF やってますからねっていうのもありましたね、第一四半期。で、あと同じように第一四半期決算発表した、スクエア、ジャック・ドーシーの、あの日本でもね、決済、普通の決済端末としてはスクエア作ってる、まあブロックですね。ブロックが決算報告したんですけど、これ海外だと結構もうビットコインかなり、まあジャック同士がやってるってこともあって、押してるんですけれども、要はここがその決算の時発表したのが、ドルコスト平均法でビットコインをこれから買っていくよみたいな。
ことをその収益粗利益の 10% をビットコインに投資していくっていうことを発表したっていうのは結構話題になっていて、まあこういったクリプト企業が買っていくっていうのはどんどん増えてくるのかなっていうところですが、このブロックにもまた操作が入ってるみたいなこともあってですね、まあなんか結構そういうニュースがすごい多かったかなというところですね。これは米連邦検察がジャック・ドーシーのそのブロックの社内業務を調査しているというのを NBC が5月1日に報道しましたね。で、だからこれクリプトっていうことじゃないのかもしれないですけど、スクエアとキャッシュアップの起きる広域かつ複数年にわたるコンプライアンスの違反の疑いについて捜査してるというように従業員、元従業員は話してるみたいな。だから、ちょっとあれかもしれないです。いわゆるテロ対策とかそういうことで出てるのかもしれないなっていうところですね。というようなことが、まあ、あったりしました。はい。で、あと、なんかちょっと気になったのが、僕もがっつり掘り下げられてないんですけど、このエクサスでもたびたび紹介してます、リステーキングのアイゲンレイヤーですね。はい。アイゲンレイヤーがトークン、独自トークンアイゲンを発表して、ホワイトペーパーも公開して、エアドロップについても発表したというようなところがあります。うん、で、日本でも多分 X 見てるとみんながこのぐらいもらえたとか、出てたと思うんです。ありましたね。ね、あったと思うんですけど、なんか全体的には僕は参加したいんで分かんなかったですけど、なんか結構批判も多かった、エアドロップ。そのなんかスナップショットの時期だったり、あとその想定される、うん、まあただエアドロップがに不満ってなかなか難しい時代だなと思いながら、なんかそもそもはなんかエアドロップをもらえるとなんかしてるものじゃないというか、なんですかね、初めのエアドロップの思想ってそうじゃないじゃないですか。まあでもプロレスっぽくなってきちゃってる現状において、こういうことが起こるのかっていうところなんですけど、結構アイゲンレイヤーについてはなんかエアドロップが少ないみたいなこととか、そのスナップショットの時期がどうのこうのみたいなことで、なんかネットが荒れてたなっていう感じは見受けられて、なんかエアドロップっていう、まあ、やり方も難しいなとか思った次第で。そうね、第一コントロールが難しいっすよね。そうなんですよ。で、それでなんかちょっとね、もっとこっから以降のユーザーにもこうしますよみたいなこともなんか発表したりとかいろいろしてるみたいですけれども、まあちょっと話題ですが、ただまあエアドロップのこういうがいい悪いっていうのは、まあ結構いろんな意見が分かれてるんですけれども、なんか僕も調べきれてないんですけど、このトークンがまた面白いみたいな。なんか単純にガバナンストークンじゃなくて、いわゆる彼らもなんかそういうふうに言ってるんですけど、結構新しい仕組みを導入してると。いうことなんで、ちょっとここら辺また詳しい方で解説してほしいなっていうところなんですけど、単純なガバナンストークンではなく、まだちょっと僕も掘り下げられてないんですけど、このアイゲントークンはアイゲンエアが提供するセキュリティサービスで、イーサのリステーキングでは解決できない、まあ、相互主観的、複数の主観の間で共通に成り立つこと、相互主観的な問題に対応する、補完的な役割を担う、みたいな。ことが発表されていて、ちょっとこれから僕もホワイトペーパーチラッと見てみようと思うんですけど、なんか読んだ人から言うとかなり難しいよみたいな。なんかちょっとまた新しい仕組みでこのアイゲンレイヤーのエコシステムを動かしていくみたいなことが発表されたんで、そこら辺もまあ注目かなとは思っています。難しいっすね。難しいのよ、これ。難しい。まだちょっと読めてないから、このちょっと翻訳が正しいのかどうかわかんないですけど。なるほどっすね。ですね。そうね。ただまあ、ちょっと思ったのが、そのエアドロップの意見っていろいろ出んなっていう話と、あと、ちょっとこれはアイデアじゃないですけど、フレンドテックもエアドロップ開始されました、おじさん。お、そういえばしてなかったんですね、これ。ポイントか、モロスさんみんな。いや、ポイントだったんですよ。でもなんかよくわかんなくて、僕はちょっと初めいじってたんで。ですよね、そういえば。あ、やべえ、俺、招待もらってますよね。いや、もう招待ってた。でもいじってたんだけど、で、なんかポイントがついてたんだけど、あんまり何もしてないですよ。なんか2、3個知り合いの買ったりしたぐらいなんですけど、なんかそのポイントがどうのこの発表されてなくて、僕の画面だとなんかエアドロップっていうボタンができてて、そこでクレームボタンがついてるんですよ。はいはいはい。で、それを押すと、なんかこれ全部もらえると思いきや、はじめになんか2、3トークンぐらいはなんかタダでもらえたんですけど、その後はこのフレンドテックがまたなんか新しい、そんなね、クラブっていうようなコミュニティ機能とかをローンチしていて、この今回のエアドロップに合わせて、で、なんかその10人をフォローして、さらにそのジョインやクラブ、なんかどっかのクラブに入ると、これタダじゃないんですよ、しかも。だからそれにフレンドトークンがいるんですけど、入ると残りがクレームできるよみたいになってて、
なんだよこれもらえねえのかよみたいな、まあ、僕あんなこと言いながら文句言ってます。そういうことか。なんかタスクがあるんですよ、要は単純にエアドロップされたわけじゃなくて、そうポイント持ってたら持ってるかつ他にタスクこなせないといけないと、追加タスクがあるとクレームが全部できない。これちょっとごめんなさい、僕ちゃんとドキュメントとか読んでないんで単純に自分のフレンドテックのアプリを見て言ってるんですけど、うんうん、僕の場合はなんか50トークンぐらいが一応エアドロップのところに表示されてるんですよ。55なんですけど、やった55だと思いきや、まだ2ぐらいしかなんかクレームできてなくて、あ、僕がクレームしたのは 5.5 ですね。残りの 49.5 がなんか、クラブに入れって出てくるんですよ、今。マジかよ、みたいな。まあ、よくわかんないです。よくわかんないです、なんか。ぶら下げられてるんですね。ぶら下げられてる、また。だからまあ、ぽいっちゃぽいんですけどね。なんかこう、まあ、だからポイントがそのままなんとかトークになりますよって約束はしてないはずです、ね、してないから、してないの、うん、だからここら辺もコミュニケーションですよね。そうコミュニケーションだと思う。で、うん、なんかわかんない、ディスコードとかコミュニティに入ってればもっと明確に情報あるんだと思うんですけど、はいはい、僕レベルなんかとりあえず適当に触ってたよレベルだとなんかいきなり画面変わっちゃって、うん、なんかそのなんか ランクもついてたんです、ゴールドシルバーみたいなやつも。はいはいはい、でその脈絡もなく単純に55トークンあるよみたいになってクレームしろって言って、クレームしたらなんかまたタスクがフォローしなきゃ、ね、ええみたいな。しかも有料と、有料っていうか、まあそのちょっとエアドロップされたトークンを使ってクラブに入んないとダメなんですよ。だからなんかよくわかんない、エアドロップされてまた使うのかいみたいな。で、あとは3日、で5月3日に多分このエアドロップ開始された直後にクジラが、はい、めちゃくちゃ大量に売って一時値段が下がったりっていうこともあったみたいですね、はいはい、フレンドトークン。なるほどですね。だから 3.26 ドルから 1.32 ドルまで一時下落したっていうようなこともあったりしましたが、うんうんうん、なんかチャート見てるとその後また戻してる感じもして、うん、あ、そうですね、うん、うん、っていうところなんですよ。どうなんでしょうかね。なんかちょっとこうね、フレンドテックはサービスとしてどうなんかよくわかんないですけど、うんうん、今やまあまあ同じようなタイミングでこういうエアドロップ話題になったところだと取り上げてみました。はい、どうなるんでしょうかという、うん、まあ、大木さんのさっきのねハイパーリキッドの話じゃないですけど、そう、ね、まあ、エアドロップもいろいろ出てきて期待値も上がっている、うん、なんかエアドロハンターなる人も出てくる。そうね、結構なんか難しいですね、うん、うまい設定が求められるなっていう気がしました。うんうん、うん、いや、そうですよ。今回もお聞きいただきましてありがとうございました。この番組では毎週水曜日に今回のようなニュースの深掘りとマーケットの情報をお話しする通常回に加えて、月曜日にちょっと最近不定期になって、あの連休とかもあったんで不定期になってるんですけど、基本的には配信がある週は月曜日にエクストラ回を配信していろんな方のインタビューなんかもお届けしてます。今実はいろいろ取材をしてるところがあるので、また今月中に月曜日の配信も再開できるかなと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思うんですけれども、エクストラ回も配信しておりますし、ヒロピーさんのコラボ会なんかまた今月も配信すると思いますので、まだこの番組フォローしてない方いらっしゃいましたらですね、 Apple、Spotify、Voice、 いろんなチャンネルで配信しておりますので、各スタンドの方でフォローいただければ嬉しいです。また番組では皆さんのリクエストや感想を積極的に募集しております。 X、旧 Twitter でハッシュタグでエクソダス使用、エクソダスカタカナ使用ひらがなです。このハッシュタグをつけてポストいただくか、僕とおちさん宛に DM なんかもいただければと思います。で、あとですね、この番組DYDX ファンデーションの提供でお送りしてるんですが、ヒロピーさんのコラボ番組なんかは実は SBI VC トレードさんにサポートいただいてたりします。この番組としてもですね、どんどんとそういった企業さんとのタイアップとかですね、増やしていければなと、まあ、今年思っておりますので、いろんな形で企画なんかもご提案できると思いますので、ご興味のあるクリプトのプロジェクトさん、企業さんいらっしゃいましたら、まあ、そういったのも DM なんかでいただけると嬉しいかなと思っております。うんうん、おかげさまでかなりクリプト日本の業界の方には聞いていただいてますし、まあポッドキャストの良さなんですけど、あんまりこれ表に出してない数字ですけど、1時間ぐらい毎回放送してるじゃないですか、はい、8割9割が最後まで聞いてますね。いや、嬉しいですね、それ。これがなんかやっぱり YouTube とかと違うところなのかなと。 YouTube って初めの視聴率高いんですけど、はい、どんどん下がっていくんですけど。そうですね、あの強いて言うと、この僕が今喋ってるエンディングで一気に下がります。あ、下がる。でもそういう形で極めてなんかこうエンゲージメント高いメディアの一個になってきたかなと思いますんで、そうです、なんかキャンペーン一緒にやったりとか、スポットでなんか特番作ったりもできると思いますので、うんうんうん、ご興味あればね、連絡いただきたいなと思って
ます、うん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 、イベントなんかもね前やって盛り上がりましたが、そういうリアルのものとも掛け合わせもいいかなと思っております。もしご相談レベルでもなんかご連絡いただければ嬉しいです。ぜひぜひ。それではこの番組は DYDX ファンデーションの提供でお届けしました。またエクソダスでお会いしましょう。さよなら。さよなら。この番組は一般的な情報提供のみを目的として配信しているものであり、いかなる暗号資産有価証券等の取得を勧誘するものではありません。また出演者による投資助言を目的としたものではありません。暗号資産投資にはリスクが伴います。投資を行う際はリスクを了承の上、ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げます。